皆さん、こんにちは。今日は2023年5月16日火曜日です。今日のテーマは中国の観光客ですね。イタリアへ行って観光するんですよ。ただし、到着して400人行方不明ですね。まあ、不法滞在となったんですよ。そしてアメリカはですね、中富人に対して不動産、土地を売りませんという法案ですね。 あるんですが、しかしですね、これからまた新しい州が出てきてですね、中国人に対して不動産、土地は売らないだけではなくて、貸さないですね。賃貸もダメですよとなってくるんですよ。これはですね、結構影響あると思いますので、皆さんに話をしたいと思います。情報が多くて、少しずつ話をしたいと思います。一つ、 中国の旅行会社からの情報ですが、イタリアの大使館から通知を受けましたと、ツアーの観光とのビザですね、一時的に発行しませんよというふうに言われました。この通知を受けて、現在、イタリア向けの観光ツアーは一時停止となりました。そして、観光客に、お客さんに返金するとなってきました。 中国政府は海外旅行してもいいですよと発表してですね。ただしい条件付きです。これは国によって観光制限はあるんですよ。例えば日本ですね。福建省の旅行会社ですね。上海にある中心、修身観光支社、福建省に支社あるんですが、本社は上海にあるんですが、イタリア向け観光ツアーを再開しました。 400人の観光客が集まってきてイタリアへ行きました。しかし、現地に到着してホテルに向かってチェックインしてから全員行方不明となったんですよ。この影響はですね、実に大きいです。イタリアは支援権協定に加盟されていますのでヨーロッパ国家の間において国境検査なしで国境を越えることができます。 イタリアのピザを持っていれば、有効期間内であれば、東ヨーロッパにしても、西ヨーロッパにしても、約26カ国ですね、入国はできます。でも、この支援権、基本に加盟している国はですね、みんな情報を共有していますので、もしイタリアが中国からの観光客に対して、ピザ発行しませんとなったら、他の国もですね、同じことをやります。 イタリアから入国されてフランスに行ったりとかドイツに行ったりとかするんですよ。これから中国に対してヨーロッパですね、観光ビザの発行制限は多分そういう制限は出すと思います。中国政府にしてもヨーロッパ側にしてもですね、この2ヶ月ぐらいですね、観光してもいいですよと、まあ、観光を促進しているんですよ。しかしこれから観光は 厳しくなるというふうに思います。400人ですね、一気に現地に到着してから消えるというのはですね、まあ、不法滞在になるわけですから、これは計画的だと言われていますが、みんなイタリアにいたらですね、イタリアは難民の危機になってしまう可能性が高いんですよね。なので、制限した方がいいと私は思います。そして、イタリアはですね、実にかなり 中国政府に浸透されていますので、例えばですね、2、3年前ですが、コロナは蔓延して、ヨーロッパにおいては一番先にこのコロナショックを受けたのはイタリアでした。イタリアはですね、当時コロナの問題で大変困っていました。中国に助けを求めてきたんですよ。これで中国は専門医療チームをイタリアへ派遣しました。まあ、しかしですね、 現地では何も役立たずにでしたね。最後ですね、イタリアに帰れと言われてしまいました。これは当然ですね。中国はですね、レベル低いし、能力もないんですよ。ロックダウンしかアドバイスしないからですね。イタリアに到着して、やはりたくさんの人は消えてですね、現地での協力がなければ難しいと思いますよ。まあ、現地の生活は大変ですし、そして、 働く場所ですね。大体用意されているんですよ。例えば、中国系の料理屋さんとか、売店とか、あるいは工事現場ですね。あるいは、イタリアにある中国の製造業ですね。イタリアのブランドはものすごい多いんですが、まあ、すごい素晴らしいというイメージですが、実はですね、現地では、タコさん、中国人の労働者ですね、やってるんですよ。経営者はですね、現地より安い人件費で、 人を雇うことが可能ですから、そして一番大事なのは言うことをですね、聞いてくれるんですよ。これがやはり経営者にすれば都合いいんですね。この状況はですね、これからはかなり続くでしょうがと思います。この3、4年間ですね、ヨーロッパにいている中国の不老法滞在者ですね、40万人、50万人でしょうかと言われています。現在ですね、 中国から移民できる人はですね、も、ま、う、あ、大体移民しているか、移民する手続きですね、している最中でしょうか。これから密入国、あるいは不法入在のブームになるでしょうかと思います。まあ、中国の経済の状況が悪化してきているし、仕事がないですし、まあ、簡単に言えばですね、生存する、生きていく環境が悪化しているんですよ。 そしてこれからもどんどん悪くなっていくでしょうと思う人が多いんですよ。なので逃げようとするんですね。次ですに、習近平は特使を決めて、ウクライナ、ロシアの調停について、まあ、動き出しましたね。5月15日からまずはウクライナへ行きます。それからポーランド、フランス、ドイツ訪問してから最後ですね、ロシアへ行くんですね。 ロシアですね。最後ですから、ロシアに行って、最終報告でしょうかと思います。まあ、どういうふうに調停するでしょうか習近平は言いました。各国の意見、希望を聞いてから考えますと言いました。まあ、何様かなと私は思いますね。習近平は。そして、習近平は特使ですね。リー・キーさんですね。リーさん。70歳です。彼は、 どんな人間でしょうかこれについて皆さんに話をしないといけないというふうに思います。彼はですね、リーさん、ロシアで中国の大使として2009年から2019年まで10年間ですね、勤務していました。ロシアとの関係は普通ではないですね。ロシア進行してから彼はロシアのことを支持していましたし、ロシアのことは強いよとか、 戦う民族ですよとか、プーチン大帝ですよとか、大きい声でですね、プーチン大帝ですよと、毎日中国で宣伝していました。そして彼はですね、最後2019年、ロシアの人民の大友人だと、プーチンさんに認められて、友情勲章をですね、与えられました。まあこれがですね、ここについてありますが、友情勲章です。 つまりですね、習近平はこのような人間ですね、指定して、でも口先では中立の立場に立って調停するよと習近平は主張していますね。誰が信じるでしょうか習近平の特使でしょうかそれともプーチンさんの特使でしょうかプーチンさんの大友人を指定してプーチンさんに支持するということもあるし、これは一つのアピールでもあるというふうに思います。 つまり、習近平はですね、自分の兄貴、プーチンさんに対して、私は裏切ることはしませんよ、ということですね。これで分かるのはですね、習近平は、調停する気はないんですよ。嫌い々やいやでやってるんですね。まあ、くですね。次です。3。中国の外務長官、陳さんですね、ノルウェーを訪問しました。ストーレー首相と会談をしました。ストーレー首相は、 発表しました。ウイグル、香港などの人権問題に懸念すると。以上ですね。チンさんは、ノルウェーの企業家と代表、会談をしました。両国の経済、貿易を強化しましょうと。縁を切ることに反対です。貿易の自由化、便利化を推進すべきですと言いました。つまりですね、ノルウェーを訪問しても、実はですね、成果はないんですよ。言いたいことは言っただけですね。 特に何もないです。そもそもですね、あの、縁を切られると言いますが、これについて反対ですっていうのがおかしいと思いますが、もうね、中国はいつも自称世界一強いと言いますので、縁を切られるのがですね、ノルウェーが痛いでしょうっていう意味ですね。なので、縁を切られたらですね、反対するのはどうしてでしょうかと。次です。四。習近平は、 カーフクにある石化商市の半導体製造企業へ視察しました。チップ半導体産業は誰にも負けません。牽制されないように、えー、と指示を出しました、まあ。しかしですね、習近平はこのチップの製造工程を視察してですね、指導しました。何を指導したかわかりませんが、しかしですね、写真でわかると思いますが、半導体を製造するところはですね、まあ、基本は グリーンルームですね。クリーンルームですね。なので、無菌ですね。ホコリとか菌、まあ、ホコリですね。ないのが普通ですね。でも、これでいいでしょうかと思ってしまいますね。本当に製造してるでしょうか。そして、石化症の、まあ、企業ですね。あんまり大手企業はないんですよ、実は。半導体産業は聞いたことがないんですね。ただし、あの、医師役集団ですね。医師役グループっていう会社があるんですよ。この会社は、 香港の株式市場に上場しているんですね。ただし、今回は、習近平の視察はですね、この会社にいていません。この会社はですね、かなり強いんですよ。薬の原材料、世界の30%の原材料ですね、この会社が生産して、世界へ提供しているんですよ。産業のサプライチェーンの安全だと私は言いますが、薬の原材料が無理でしょうかと思います。まあ、習近平は、 視察つだと言いますが、実は観光ですね。経済に関する政策は一つもないんです。次ですが、アメリカの副国務長官シャーマーさんですね。今年の夏に引退されると発表されました。2021年4月、初めて女性の副国務長官になりました。米中の関係とインド太平洋を主に担当しているものですが、 2021年7月、天津を訪問して、当時の奥義元外務長官とそこで会談をしました。あまり雰囲気は良くなかったんです。今年2月、スパイ気球の問題で、シャーマンさんとブリンケンさんですね、アメリカにいる中国大使代理を呼び出して批判しました。今はですね、アメリカに中国の大使はまだいていないですね。そして、アメリカのメディアの報道ですが、 気球の問題がありまして、ブリンケンさんは、それからですね、シャーマンさんに、中国政策について、どうしましょうかと、全然、全部ですね、引き渡しをしました。なので、シャーマンさんは、実際的に、中国問題の担当となっているのですが、しかし、どうして引退するでしょうか。やはり、注目したいと思います。次です、6。ゼレンスキ大統領はイタリアを訪問しました。メロニー首相。 とローマ教皇パチカンを訪問しましまた。ゼレンスキー大統領は教皇、教ローマ教皇フランシスコさんと会談しました。ゼレンスキー大統領は3カ国ですね、訪問しました。ドイツ、イタリア、今はフランスを訪問中です。そして私は思いますが、もしかして G7 ですね、首脳サミットにゼレンスキーさんは参加するでしょうかと思います。 ドイツはですね、27億ユーロ、約4000億円ですね、追加軍事支援するよと発表しました。そして、パチカンを訪問して、強行とゼレンスキー大統領は約40分間の会談がありました。会談の内容はですね、あまり報道されていませんが、でもあまり良くないと聞いておりますが、ゼレンスキーさんはですね、声明を出しているんですよ。 パチカンのことを期待していたんですね。調停して欲しかったです。でも調停はできないと今は思っています。戦場はウクラナですから、ウクラナの領土で戦いが起きています。ウクラナは侵略される側であって、調停するにはウクラナの意見を聞かないといけません。我々の平和に支持してほしいです。パチカンの協定に期待しない理由としては、 今日までですね、パチカンはロシアのことを責めていません。ウーフランナの被害者について話をしてくれています。でも、加害者のことには触れていません。教皇として国連憲章を守ることですね。それも言っていません。これから宗教のリーダーに期待して真の平和を守ってほしいですと言いました。つまりですね、簡単に言えば、ローマ教皇はですね、 今のプーチンさんの戦争を認めていないんですよ。と、ゼレンスキーさんは認識しているというふうに思います。またですね、会談で解決したいと思っていると言いました。でも、プーチンさんとの会話、談話、話し合いはするつもりはありませんと、ゼレンスキーさんは結構力強く言ったんですね。原因はですね、プーチンさんは犯罪者です。国際刑事裁判所の判決は出ていますから、国際 の裁判でですすね、受けるべきですと言いました。まあ、結構ですね、強いでしよと思いますが。最後ですね、ゼレンギスさんは強行にお願いすると。プーチンさんに責めてくださいと言いました。次です、7。先週ですね、フロリダ州の政府は新しい法案を発表しましたね。これについて話をしましたが、中国人あるいは中国の会社、組織に フロリダ州の不動産及び土地ですね。農業の土地も含むですが、売りませんと決めたんですよ。しかしですね、フロリダ州の次はどんどん行動する州は出てきているんですよ。ルイジョナーナ州ですね。彼の法案を作ってこれから検討するんです。それからアラバマ州も動いているんですよ。今は法案を作っている最中です。 ルイ・ジョーナ州の議会ですね、HP537 っていう法案を出しました。これから討議するんですが、まだ事故ではありませんので、ただしですね、内容は結構厳しいんですよ。内容はですね、8月1日から中国、香港、キューバ、イラン、北朝鮮、ロシア、ベネズエラなどなど、約10カ国ですね、個人、会社にしてですね、ルイ・ジョーナ州の土地、 不動産、買うのを禁止にすると。また、それはですね、買うだけではありません。賃貸もダメですよと。ただし、グリーンカードを持っている方、あるいはアメリカの国籍の方は自由です。やっていいですよと。もしですね、この法案が実行されると、8月1日以降ですが、例えばですね、矢野さんは自分の物件ですね、不動産、中国の留学生に貸していると。それをですね、 貸さなくてもいいよなってくるんですよ。契約中ですね。例えば、あの、今年いっぱいの契約のはずですね。まあ、更新するかどうかわかりませんが、それでもですね、8月1日以降は、もう、貸しませんと言っていいんですよ。それはですね、契約違反にはなりません。もしですね、家主さんは知らないふりをするとですね、家主さんのことを提訴することはできますし、最悪ですね、家主さんの不動産、物件ですね、 差し押さえすることも,可能ですもしですね、例えば、中国人ですが、ルイジアナ州の不動産ですね、あるいは土地ですが、もう買いましたと、もう買っているんですよ。8月1日以降ですね、政府としては没収することはできます。そして、それを没収して、まあ、競売に出しますので、ただしですね、競売で売ったお金はですね、手数料とか税金とか、 そして、脱出していく費用ですね。それを差し引いて、残ったお金はですね、持ち主さんに返しますので。ではないです、実は。引退した米軍の危機に渡しますという意味ではありますが。これはですね、本当でしょうかこれは私はびっくりしましたね。このような法案でしたら、あの、まあ、批判するつもりはありませんが、あの、中国人をダメにしてるわけです。 だけではないというふうに思いますが、これは結構影響が出るんですよね。どうしてかと言いますとですね、これからこのような州はですね、増えてくると思います。どんどんですね、エスカレートになっていく可能性はあるんですよね。で、これはですね、最終的にどうなるでしょうか私はあることを思い出しました。1882年ですね、あの、中国人排斥法というものがあったんですよ、実は。 もう完全にですね、あの、差別と言ってもいいでしょうし、大統領として中国人排斥法を出したんですよね。なので、当時はもう時代が違うんですが、これからはどうなるでしょうか。どんどんエスカレートになっていくとですね、まあ中国人だけ、あの、まあ原点にしているでしょうけれども、ただしですね、そういうような雰囲気出るわけですから、現地いるアジア系ですね、結構大変になってくるでしょうかと、私は、 結構そういうふうに思いますね。まあ、危機感ですね。感じているんですが、例えばですね、あのまあ、西洋側から見てですね、あの日本人でしょうか、韓国人でしょうか、中国人でしょうかですね、その顔を見て、なかなか区別つかないんですよね。大体ですね、中国人と思ってしまうらしいんですよ。聞いた話ではですね、アジア系の顔を見たら、あ、中国人ですねと思うらしいんですよ。やはり まあ、人も多いでしょうし、自然と中字でしようとなるでしょうし。しかしですね、そのような差別とは言いませんが、これも仕方ないというふうに思いますけれども、このような法案を出してしまうとですね、まあ、実行されるかどうかわかりませんが、かなりですね、アメリカにいる、例えばですね、この地域だけだとしたら、ルイジアナ州ですね、の日本の方も、まあ、例えば街で歩いたりとかですね、近くです、ないでしょうか、バスとかですね、 やはり、そういう目線ですね、見られてしまうではないかと、いうふうに思いますよね。友達も思いますね、まあ、ないことを願っているんですね。ネガティー、まあ、願いたいというふうに思いますが。ま、だですね、アメリカのこの州ですね、多分増えていくと思います。中国人に対して不動産を制限するとか、買わ,ない、まあ、買わせないとか、売りませんよとか。 あるいは今回はもう貸しませんとなってくるとですね、結構影響は出てくるでしょうかと思いますね。まだですね、このような法案ですね、やはり注目しないといけないというふうに思います。まあ、これはですね、中国政府が悪いというふうに私は思います。まあ、習近平がですね、そうやっているわけですから、アメリカはすごい警戒してですね、都市とかあの買われたりとか、えー、不動産もそうですし、まあ、現地の不動産は あの、価格ですね、高騰してしまうし、現地の方は、あの、買いにくくなっているでしょうし、あるいは大事な土地ですね、例えば、あの、軍事基地の近くにある山とかですね、土地とかですね、買われたりとかもするでしょうし、これも大変ですね。なので、気持ちはわかります。これは、中央政府が悪いというふうに私は思います。またですね、情報を収集しながら皆さんに、えー、報告したと思います。 この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。